2011年の4月22日金曜日のビデオログです。昨日はちょっと出張してて、それでビデオログできなかったです。帰りがちょっと遅かったですので、できないと前もって宣言してきました。それで今日なんですけど、ニコニコ本社、ニコニコ動画の本社っていうか、原宿に建てたなんかアンテナショップみたいなところですね、それを紹介してみたいと思います。それそこで買ってきた、リア充のお守りと、あとカフェについてちょっと話してみたいと思います。昨日仕事でセミナーを聞きに原宿に行ったんですけど、この時たまたまニコニコ本社の案内が見えましたので立ち寄ってみました。ニコニコ本社っていうのができるっていうのは前もって聞いてたんですけど、実物まさか偶然見るとは思わなかったですので、いい機会だと思って行ってみました。で、私どちらかというと YouTube つべの方、そっちの方を使ってて、ニコニコ動画は正直普通の一般会員でちょっと使ってるって感じですね。ですのでネタの収集って感じで行ってみました。ちなみにニコニコ動画のスタッフの人たちっていうのは YouTube のことをつべとかって言いますし、実際 YouTube のことはあんまり知らないですね。もうちょっとなんか入った閉鎖的な考え方があるのかなってそう思いました。で、ニコニコ本社っていうのは実際本社機能があるわけじゃなくて、スタジオ、一般公開中継をするスタジオと、あとそこを見学する場所、それでユーザーが交流するようなカフェですね、カフェと、あとお土産売り場、グッズ売り場があるって感じです。それでグッズ売り場では限定アイテムがいろいろ揃えられてて、迷うぐらいくらいありますね。私みたいにニコニコ動画に思い入れのない人でもいろいろ買いたくなるような感じですので、ニコニコ動画のファンでしたらいろいろ買っちゃうんじゃないかなと思いますね。それで私はその中でこれ袋なんですけど、この中に入ってるこのリア充お守り、これ買いました。私リアルもこのネットも全然充実しないんですけど、このお守りをつけることによってこのリア充になりたいなって思います。正直最近リアル全然充実しないって感じなんですけど、これをつけてリアルになっていきますって感じ、そうなってきます。これで YouTube のチャンネルの視聴数とかも向上してほしいですね。それ次にカフェで紅茶飲みました。それでこういう動画サイトが経営してるカフェなんて、ちょっとした飲食はできればいいって感じを想像しますけど、実際紅茶とかの種類が結構あって面白いですね。1日前のビデオで動画でアップしたんですけど、いろいろ紅茶種類が選べて、それスナックフード類とかも充実してて面白いですね。作りがホテルのラウンジみたいな高級な感じで落ち着きますね。あと AC 電源とかもやっぱしニコニコ動画らしく充実してますので、モバイル環境の人も安心してカフェで休憩できます。あと生放送の設備、ミキサーとか、あとカメラとかが揃ってて、ニコニコ動画のプレミアム会員ですと、それを無料で使うことができますので、自宅の環境より高品質な環境で、この生中継ができると思います。あと自宅に生中継の設備を置きたい人は、それを、ここのニコニコ本社にある設備を、覚えておくといいんじゃないかと思います。生放送やってる人はニコニコ本社に行くといいと思います。あとプレミアム会員、他にも利点があって、フード類とかがプラスアルファされます。例えば私スコーンって、スターバックスでおなじみのこのお菓子を買ったんですけど、通常生クリームとジャムがちょろっとついてるんですけど、なんかプレミアム会員ですとなんかいっぱいいろいろなものがつくみたいですね。なんか弾幕クリームとかって書いてありましたね。どんなものかわからないんですけど、弾幕っていうぐらいですから、なんかすごいものが出てくるんじゃないかなと思いますね。
こんな感じでこの YouTube にはないこのニコニコ動画って、あのユーザー同士の交流とか、あとコメントを画面の上に残せるという、あの非常にこのユーザーの心をつかんだこのシステムを導入してますけど、さらにこのニコニコ本社というリアルな設備、それを導入してユーザーとのその密着した交流、そういうのが図れるんじゃないかなと思いますね。まあニコニコ動画の考え方、私は賛同しますね。 YouTube ももうちょっとそういうイベントを開いてほしいですね。ちょっとドライな感じが、私自身使ってますけど、ドライな感じがします。まあ以上、今日のビデオログでした。